はい、川崎敏夫です。今日はですね、ここ川崎にある等々力スタジアムに来させていただいてます。というのも今日ですね、フロンターレさんがですね、ここで試合をしてる、その中のハーフタイムショーでジェネレーションズの中塚優太にドッキリを仕掛けに来たという企画で今来てます。その中でフロンターレ等々力スタジアムの、名物料理をねちょっと紹介したいなと、思いまして、今ここにねざっと並んでます。和光さんのさ弁当まで間違いないじゃん。これが名物、はい、これも間違いないんじゃないの。うまい、俺好み。これ売れそうだね。なんかビール片手に、あ、これはうまい。これうまいやつのカレーパンだわ。うまいやつのカレーパン、うん。お店まで行ってそこで食べたいなと思ってたんですけど、なんとですね、優太人気が思っていた以上にすごくジェネファンでもうごった返しになってます今。なので、購入してきてもらって今楽屋で食べようかなと。すごいんだよ思ったより。あれマスさん行ったらバレますよね。さすがにね、これ万が一ドッキリ仕掛ける前になんかツイートとかで、そうっすよね、そう、ゆうたが見ちゃうとこれ危険だなということで、ちょっとあんまりこう今身動きが取れない状態で、こちらとんかつ和光さんの選手のおすすめ弁当、まあ和光さんのお弁当ってことだよね。選手のおすすめ弁当ってことは、まあ、和光さんのお弁当、はい、で、まあフロンターレさんとなんか共同で作られたコラボ商品かな、なんか一番気になるやつを盛り合わせ弁当かな。これがチームリーダー谷口選手のお弁当をねちょっとねいただこうかなと。和光さんのさ弁当まで間違いないじゃん。あ、これとんかつにチーズ入ってるよ。あら、チーズ入りメンチカツだよ。あら、美味しそう。じゃあ早速、はい、いただきます。めちゃくちゃうまいわ。もう入れた瞬間に分かんない、やっぱね、美味しいものは。谷口さんカラーはないんだよね。ファン心理としてはちょっとそこにテイストがあってもいいよね。そうですよね。いやこれはうまいよ、和光のメンチカツ。あ、入れたね、プリントね。プリント入れたよ。でもこのぐらいのサイズっていいよね。なんかビール片手に、うん、これ売れそうだね、さっきさちょこっとさスタンドの方行かせてもらったけどさ、めちゃくちゃ楽しそうじゃない。楽しいですよ。やっぱあれ本当にサッカーが好きで、まあ、サッカーが大してそんなに興味がなくても多分あの空間行ったら多分上がる、うん、でなおかつあそこでさ酒飲みながらさ盛り上がれるんだったらね、楽しいよねあれ。うん、普通に。はい、じゃあいただきます、はい、うん、やっぱこれも和光さんだからさ。そうですよね、口に入れれば和光さん。まあ、そうなんだよな、口に入れれば和光さんが うまくないわけがないんだよね。間違いないよ。さあ、こっからですよ。これが名物、はい、塩ちゃんこ。塩ちゃんこ、やっぱこのサイズがいいよね。なんか一口というかさ、これも間違いないんじゃないの。もう間違いないでしょ、ね、うん、あ、うまい。俺好み、マッサン好み。塩っていうのもいいのかも、さっぱりしてて。あ、うどんも入ってんじゃん。うどん入りのちゃんこ鍋ってことですね、うん、なんか田舎のおばあちゃんが作ってくれそうな優しい味だね。うん、やっぱさ最近さやっぱさ薄味の方がさ良くなってきてんだよね。でそういう意味では塩ちゃんこはちょうどいいですか。ちょうどいい。そんな話をしていてなんですけど、はい、こっからこっから濃いんですよ、またこってこてなんですよ。じゃあこれいく。これカレーパンだろうね多分ね。牛タン利休の牛タンカレーパン。あ、牛タン入ってるんだ。じゃあ珍しいね、うん、ちょっといただきます。
あ、これはうまい。あら、これカレーパン結構俺うるさい方だけど、これうまいやつのカレーパンだわ。うまいやつのカレーパン、うん、だ要はルーが全然違うんだろうね。あ、これはねもう当たりのカレーパンだわ。あ、牛タン入ってんじゃん。普通にうまい最高の褒め言葉ですね、うん、カレーパン分かれるんだよね。カレーのルーとか少ないとちょっとやっぱ落ちる。パンパン入れてよって。そうですね、うん、空洞いらんっていうさあ、じゃあ次はこれは、これ何、これそれがよく分かんないですね。パステイ。これちょっとね、あの未知のあれだね、食べ物が。おそらく中に何か具材が入ってるね。え、あ、味がしないと思って。あ、ここに何か入ってんね。ここ行ってみようか。あ、なるほどね、ハムとチーズが入ってんだわ。ちょっとはだから衣っぽいからハムカツみたいな感じだもん。あ、でも美味しい美味しい。お菓子的な感じ、感覚的に。あ、ブリトーだね。ブリトーに近いかも、ハム&チーズ、うんうん、あれうまいよね、ブリトー。でも思うんだけどさ、なんか全部に入れてよっていうここの部分めっちゃうまいんだけどさ、こっちさ、衣だけなんだよね。空洞はいらんうん、でもこれも美味しかった本当はね。あの上でさ、お店の前とかでさ、そうですね、そう、焼きたてをさすぐ食いたかったんだけど、スイーツもあったんですよ。あ、そうなんだ、はい、こうユータファンが来てくれてるの、まあ嬉しいことだからね。そうですね。あとはユータの驚く顔をね見るためにここから頑張りますけど、多分彼はあんまテンション変わんないんだからね、あれさっきリハちょっと見たんだけど、多分あのリハのテンションのまんま来ると思うんだよね。多分あのテンション変わんないんだよね声は多少上がる、声は多少上がるんだけど、テンションは変わらないんだよ、あのまんま。そこも見どころ。うん、多分ドッキリとかも大してえーとかないと思うんだよね。素な驚きのユータをちょっと出したいなっていうところもあるんだよ。めっちゃ驚いた顔が見たい。めちゃくちゃ反応薄いやつにやってるかな。ただのカメラマン。だいぶ馴染んでるでしょ。めっちゃ驚いた顔が見たい。てめすぎですって。見とけよ。顔外して。あー、行き過ぎちゃった。行き過ぎちゃった。チーム名はこの3名で。副材料。はい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 。作戦通り。作戦通り。市長、冒頭です。松本敏夫改め川崎敏夫、みんなで川崎を盛り上げていきましょう。